寒い寒い寒い、なんだなんだ、何が原因なんだ。うわぁ、ここだ。足あったまる、最高。こちら早速開けていきます。軽いです。オープン。トリセツ、すべて日本語対応。固定足が3つ出します。こちらでございます。使わないときはこれにまとめてお尻に入れておくことができます。便利。マジックテープ、ありがたい。おお、大きいですね。はい、ペリペリペリ、光沢感がいいですね。裏はこんな感じ。電源ケーブル、はい、こう回りまして、こちらはですね、一応この部分、ここ差し込むことができます。はい、そしてこちら上ですね。めちゃくちゃ軽いです。ジッパーが、ということは、はい、こちら上蓋はジッパー仕様。パネルヒーターの使い方、こちらコンセントを挿します。そして電源ボタンを長押し。操作こちら、温度調整は5段階。おお、あったかい。あったかいぞ。あったけーなー。パネルヒーターの特徴、非常にシンプル、スタイリッシュなデザインで、どんな部屋にも調和します。LED 画面の温度表示があり、押すだけで温度表示とタイマー設定ができます。このパネルヒーター、熱風を使わないため、室内の乾燥を防ぐ、空気を清潔に保ちます。また、45度、傾斜、シャットオフ設定により、万が一、パネルヒーターが傾いてしまった場合、電源を落としてくれます。安心です。あとですね、倒れないようにしたい場合は、こちら、バックルが付属します。3つ付いております。肩です、こうつけて、倒れにくくなります。他にも4つのタイマーモード、2時間、4時間、6時間、8時間、そして何よりもこちらめっちゃ薄いです。こうやって丸めることによって移動なんかも楽々。あとこういったパネルヒーター、安全性気になりますよね。こちら環境に優しい新型難塩性素材を使用。加熱時に特有の匂いがなく、触れても熱くなりません。また加熱保護機能により温度制御チップが設定温度以上に加熱しないように防いでくれる。いかがだったでしょうか。冬に欠かせない足元の味方、パネルヒーター。これからの冷え込む季節、必ずあると便利なアイテムです。足先の冷えが気になる人、冬の長時間ワークにも超おすすめです。また節電対策にも優れており、こちらお財布にも優しいです。エアコンや電気ヒーターも断然節電することができます。自分自身にプレゼント、ギフトとしてもおすすめです。今回はこちらのパネルヒーターを紹介させていただきました。興味がある方はぜひ概要欄へ。レッツゴー。